絡が効かないみたいな、こっから来るんで、うちの増山。じゃあ、まあ、要は国変えようぜみたいなことですか。まあ、いや、ゴールは何なんですか。ゴールはですか、ゴールはでも今回夢なんで、みんなの夢が叶うにはどうしたらいいかっていう。昔は自分で会社経営したり、まあ、今もやってるんですけど、昔はなんか結構、まあ、なんかベンチャーバブルとかもあったんですよ。へー。だからなんかそれなりにあの、年間何百万とかぐらいはあの自分で接待交際費使えたんで、まあ、そのぐらいあれば、まあ、ちょっとはあのなんか遊べるんですけど。へー。 でも僕結構銀座を推してるんですけど、銀座論をしてるんですけど、銀座すごいんですよ。例えば担当決まるでしょ、知らないですよね。私働いてたよ。あ、本当に銀座で。でも21歳の時だから。斉藤さんは女性ですか、ちょっとこれなんか見ていただけてる人も何人か。そうそう、なんか意外にやっぱりなんか見えるものっていうのは大きいですね。ね、あれ一応ですね、あれ一応って怒られる、まあ、彼女画家でジャーナリストの増山玲奈っていう、まあ、インディーズのアーティストなんですけど、あのなんかまあ反戦活動であったりとか、まあ、なんかちょっとそういう社会的なものをアートで訴えるみたいなのを今やってるんですけど、で、まあ、あの彼女今回ボランティアで、まあ、友人なんですけど来てくれていて、まあ、なんかちょっとでもこう、まあ、もちろん選挙に行ってもらいたいっていう話を、まあ、してるんですけど、なんかちょっともう盛り下がってるので、あ、選挙そもそも、あ、そうです、20歳超えられてますよね。20歳は超えてるけど、超えてないですかね。超えられてますよね。いや、超えてない、超えてない、超えてない。あ、そうです。いや、まあ、じゃあ超えてたとして、いいんです。今回は別にいいんです。選挙に行かないことを咎めてるわけじゃない。あの、まあ、なんかなんで選挙に行きたくないかって言ったら、なんか行ってもいいことなさそうじゃないですかっていうので、そうで、なんか一応、まあ、ベタなんですけど夢みたいな、ちょっと前向きなことをなんかここで表現できたらと思ってやってるんですけど、皆さんの夢ってどんな感じですか。夢、どんな感じですか。難しいね。夢前だったら答えられたけどな。前はスナックを開きたい。あ、前はスナック。いや、いいじゃないですか。いいじゃない。あ、いや、まだまだ いけますよ。あ、そうですか。まあでもこれなかなか大変な時代ですけどね、うん、スナックを。どこでですか。渋谷。いや、二子玉川で。ゴールデン街。ああゴールデン街じゃなくて、あ、玉川で、うん、いいじゃないですか、玉川のスナック。いや、今だって居抜きで安いから、結構もう設備ばっかり。あ、そうです。ありがとうございます。スナックをやりたいということで、なんかイベントされてますね。ちょっとイベントやってるんですけど、ちょっとだけ絡んでもらってもいいですか。これあのあれじゃないの。何ですか。選挙に行こうじゃないかったっけ。ではないです。違いましたっけ。あ、そうです。あの、まあ、一応ちょっと、まあ、選挙に行こうみたいなことをやらせてもらってるんですけど、まあ、それとは別に、あの、まあ、彼女一応あのインディーズではあるんですけど、あの画家でジャーナリストの増山玲奈って言いまして、あの母乳アートとかそういうちょっとあの際どいセクシュアル系のやつとかを絡めたなんか表現でいろいろイベントやったりしたり、でも一応山本太郎賞とかを取ったり、まあ、ちゃんとやってるアーティストなんですけど。取られるの嫌だったら嫌ってちゃんと言わなきゃダメよ。そうです、やめときます。お兄さん、お前、あ、まずいです。わかりました。またよろしくお願いします。斉藤さんはどうです。女性ですか。ちょっと若すぎるかもしれません。ちょっとまだノリがわからないので、まだどういう人が行けるのかわからないです。ここの場所に。
なるほどね。ちょっと一部頭が痛いっていうお叱りも受けてるんですけど、まあ、いろいろ今回ちょっと、まあ、選挙に行こうみたいなのをちょっと訴えてましてですね、はい、でそれと合わせて、まあ、なんでこう選挙に行かないかっていうと、選挙に行ってもこう、まあ、いいことないじゃんって、だから誰がやっても一緒じゃんみたいなことになってて、で結局なんか人の批判ばっかりしてるけど、こうなんかどうやったらまあ楽しいこと起きるんだとか、夢みたいなことがないよねっていうので、ちょっと皆さんの夢を聞いて回ってるんですけど。夢ですか。そう、さっき女性に聞いたらスナックをやりたいっていう具体的な夢が出たんですけど、どうですか。夢。ちなみに成人されてますよ。そうですね。夢？就職したいですよね。あ、就職したい、はい、あ、就職活動中ですこれから。はい、これから。あ、そうですか。どうですか、アベノミクスで。いや、まあ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 悪くない、はい、アベノミクス悪くない感じですか。あ、そう。じゃあそのうち、もう今のうちに就職しとかないと、これからもうアベノミクスが大変なことになっていきますね。いや、僕なんか外国人なんですけど。あ、そうなんですか。はい、あ、どちら。韓国。あ、韓国から。はい、あ、そうですか。なんかアベノミクスのおかげっていうか、まあ物価とか安くなるんじゃないですか。物価というか。物価は。円安。ああ、まあ、はい、日本人は高くなってるんですけど。そうですね。なんか、うん、消費財とか。あ、なるほど、はい、なるほど。それはでもちょっと特殊な感じですね。そうですよね。それで円安とか結構営業されてるんで、うん、むしろなんかチャンスだなとか。ああ、いや、いいと思います。あの、はい、チャンスを、チャンスをどうか掴んでいただいて。そうですね。はい、日本で働かれるんですか。一応今そうです、なんか面接会とかもいろいろ行ってて。学生さんなんですか。学生です。あ、はい、そうですか。はい、そうです。ぜひ日本に残ってくださいと。力になりたいな。仲良くしていきたいですね。なんかちょっと、ね、なんかね、まあ、いつもそういう、なんか最近またね、話しかけられますよね、そういうね、うん、なんかひどい話がいっぱいありますもんね。いや、政治の政治家だけの問題だと思いますよ、それは。普通の、いや、でもそれが煽るから、はい、なんかメディアを使って。そうですね、全然なんか喧嘩する必要もないし、喧嘩なんかしてないのに、うん、誰だよデモやってるのとか。そうですよね、あれ完全に誰か仕掛けてる感じで、うん、なんかおかしいですよね。ぜひ仲良くしてください。はい、これからも一つの夢。あ、はい、ありがとうございます。仲良くしようということで、はい、ありがとうございます。すいませんでした、ね、ちょっとさっきでも韓国の学生さんの人にちょっとインタビューして、やっぱり仲良くしたいね日本と。あ、超いいじゃないですか。ね、おかしいよね最近っていう。めっちゃいいですね。おかしいよね。誰、韓国の方と話したの。いや、韓国の方さっきインタビューさせてもらって、で夢はって言って、大丈夫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 、 おめこぼしいただいて、まだこのぐらいは大丈夫だ。大丈夫ですか。今大丈夫だったね。やっちまいましょう。いや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 、大丈夫、ギリギリギリ大丈夫。そう、あれですよ、10日に秘密保護法がある。秘密保護法って知ってますか。なんすか。もう大変なことになる。聞いたことはあります。もうね、ちょっとでもなんか国家がこれは喋っちゃダメだとか、こういうことは追求しちゃダメだっていう、逮捕されるかもしれない。それに触れると逮捕されちゃう。それスタートするのが実はあさっての。公安的なやつですか。もうなんか、そうそうそう、まあ、なんかすごい極端な話言うと、戦時中の治安維持法みたいな。あ、なんか自分の思想を人になんか教えてるみたいな。そうそうそう。この前もあれ誰でしたっけ、女性アーティスト。そういう感じじゃない。女性アーティスト捕まった。ろくでなし子ちゃんって捕まった。ろくでなし子さんっていうセクシャルアートやってる、なんか女性、あれが女性器、そうそう、女性器を。やって捕まった。ハンドボールが秘密保護の対象である可能性もゼロじゃない。でも、まあ、ゼロ。でもわざわざそんな人をね、逮捕しなくていいでしょ、わざわざね。なんか誰かそのなんかね、なんか女性器アートですごい死人が出たりとかしましたかっていう話じゃないですか。いや、でも人が不快になったらそれはどうするんですか。でもそう、不快になったなんて、なんか普通のおっさんが歩いてても不快に思う人は思うでしょ。そんなこと言い出したら
なんか切りないでしょ、その不確かに不快なんて。いやそのだって美術館でやったりその、ね、この辺でなんか丸出しで歩いてるんだったら、あーすいませんすいませんすいませんごめんなさい、あのそれはアウト、それはアウトですけど、なんかその美術館とかでやってたり自分の店に入ってきた人に、しかもなんかそのこんだけ世の中エロ動画がガンガン流れてる中で、そのセクシャルアートが、しかもアートですから、別に本物じゃないから、それやってなんで逮捕する理由があるんだろうっていうのは結構みんないろんな憶測があって、そういうのテーマに来週のアイラに私発言したのが載るはずなんです。アイラってある、結構ちゃんとした雑誌あるじゃないですか。うちの増山出ますんで。そうなんです。もう相当インディーズですけど、これから売れたいんで。そんなことない。世界的に有名だっていうことです。そういうこと。いやいやでも。インドでは本当になんか新聞5社とか、うん、テレビ3社とか。なんかあの。でも結構今まで。何してる人なんですか。画家です。画家 でジャーナリストで映画作ったり本書いたり。見てください。うまいでしょこの。ねこれ。ごめん、もうそろそろお時間ですかね。見てくださいこの才能。最高。どうすか俺。この才能。こっからまあ。ここが来る、ね、来るんですよこっから。最後ピカソみたいになるんで。こっから。パブロみたいになる。こっからピカソみたいな。パブロみたいになるんねこれが。今なんか子供のあれかな落書きかなみたいな。こっから来るんで、うちの増山。じゃあ、まあ、要は国変えようぜみたいなことですか。まあ、いや、ゴールは何なんですか。ゴールはですか。ゴールはでも今回夢なんで、みんなの夢が叶うにはどうしたらいいかっていうのをちょっとテーマに平和的にやってまして、なんかほら反原発とか反なんとかとかってさ、なんか嫌じゃないですか。なんかしんどいでしょ、まあ、なんかあんまりその身近じゃないで、なんか演説とかでもなんかアベノミクスがどうのこうねみたいな、知らねえよってなるでしょ。であの選挙カーもバーってきて、誰々をよろしくお願いしますって言われてもうるせえよってなるじゃないですか。なんか全然 KY なことをみんなやってきて、だそう、まあ、もちろんこれやったからっつってどのぐらい広がるかってあるんですけど、まあ、今回正直この辺にいるなんかネットでつながってるメンバーも集まれたらいいなって言って、まあ、渋谷だったら来やすいじゃないですか。集まった。そうなんですよ。わざわざっていうか、どう、ネットでしか知らなかったりしたんですよ。この辺のなんか前向きな話をしたいなっていうので、なんとさ、はい、なんとか反対とか言ってるだけだったらつまんない。そうです。その反対してるもの以上のものが作れてない感があって。なんでじゃあ自民党は嫌なんですか。なんでかっていうと、着々とこの2年間でさっきの秘密保護法だったりとか、ありがとうございます。原発もまたごめんなさいね、なんかあのちょっと時間をいただいてます。集団的自衛権が一番私は多くて、子供もいるんですけど、このままだと戦場に行くっていう、それも日本も日本の未来を、日本の未来を考えてくれませんか。ここは一つどうか一つ。そう、でも今格差も広がって、貧乏な子たちが大学行くために奨学金をただであげるよみたいな形で自衛隊に勧誘されてて、アメリカもそうなんですよ。でアメリカにも友達がいて、イラク戦争行った後 PTSD に苦しんでる友達とかも知ってるので、これはやばいぞと。私大学生の友達も最近増えて、みんな卒業する頃に300万ぐらい借金してんだよ。ああ奨学金で、はい、でそれが特別多いのかなと思ったら、そうでもないって彼女は言ってて、いやでも日本だってそうですよ。でだって今取り立てられて、え、日本の話、日本の子が、いや300万なんてまだいい方ですよ。理系なんて、だって僕工学部出身ですけど、僕は行かなかったんだけど、皆さん 何かわからないですけど、あの僕スポーツ科学部、あそうです。今大学院とか行かないといけなくて、大学院なんて行ったら大体700万ぐらい借金負ってて、みんな奨学金で。でもなんか今博士とか取っても就職できないんですよね。で借金だけ700万あって、博士の行き先すごいんですよ。知らないでしょ。博士ってドクターって言うじゃないですか。ドクター終わった後何になると思います。普通なんかこう教授とか助教授とかなりそうでしょ。ポストドクターって言うんですよ。ドクター終わった後のドクターってことです。
ポスドクって言われるんですけど、ポスドクってどういうことかというと派遣社員みたいなもんで、この1年 の人気付きのプロジェクトですみたいな、でこれ終わったらもう終わりですみたいな、次どっか探せよみたいな、完全に派遣労働で、今なんか博士とか取っても全く就職がないので困ってる。まあ行くのも悪いんですね、自分で、まあ、自分が決めちゃったならそう。でもほらそういうのって教えないんですよ。僕もなんか結構大学で働いてたりしたんで昔。なるほど、あもうそろそろお時間ですかね。ありがとうございました。すごくいい時間をいただき、はい、ありがとうございました。あ夢書いて、まあ、中国統一かけ中国ね。あれ留学生の方、留学生ではないです。ハーフ、ああ日中統一、はい、中国一って書けや書いてる両校で書け、めちゃくちゃ頭いいんだあいつは。統一って何だ。日中統一。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと見られてる。でもなんか意外に書いてくれるんですねこれ。意外に書いてくれるもんですねこれ。なんか見ていただけてる人も何人か。そうそう、なんか意外にやっぱなんか見えるものっていうのは大きいですね。ね。比較的平和にやってる感じがすると思うんですよね。こじんまり、ね、あんまりわーわー言うとね。なんか逆にメガホンとかで言わない方がいいですね。あれで言うとなんかこう近づいてこないもん、ね、近づきたくないもんね。ありがとうございます。あちょっと今皆さんの夢を聞いてます。あ書いていただきましたから、ね、何を書いていただきますか。映画を作りたい。お 映画を作りたいですか。今増山玲奈も映画を作ってですね、彼女頑張ってるんですけど。あそうですか、まあ、あなんで入れたいか、そうですね。あそうだそうだ、あもちろん多分理由がある。彼女じゃない彼がなんと映画を作りたい。あすごい、どんな映画。ドキュメンタリー映画。えさっきのなんかチラシを。ありがとうございます。いいね。今もドキュメンタリーの時間でやばい。あ QR コード、QR コードってここに貼っときませんか。いや、デパル、どういうドキュメンタリーかでな。いや、ノリがある、ノリがある。で、原発ノリがある。はい。大丈夫。原発どうやって動かすかな。なるほど。あっちに貼ってもらっていいですか。あ上がいいかな、上が。やっぱり紙配ったらよかったですね。ここ選挙区じゃないからよかったな。はい、今日 DVD 持ってくればいいかと思って。そこ上。あそれ売ることはできますか。売ることはできます。1000円で売ることはできます。まあ私、まあ、変態なんで接待前に変態なんで、はい、変態いいですよ。変態好き。いや変態というか、はい、マイノリティの味方なんで僕は。マイノリティ、やっぱりマイノリティこそ文化なんで、やっぱ ね今日そうだそうなの。あいらでもね、そんなインタビューおっぱいについての話をね、うん、で私は暴れな悲しい変態だっていう話をして、いや笑うとこでしょ。でも本当は本当今世の中に出てるのグラビアだとか AV だとかやたら暴力的だったりとか、基本的に男が女を支配するみたいな、そういうエロスがいっぱいいっぱいあるから、知らず知らずのうちに刷り込まれて、なんかこう破綻化していく、それが好きみたいな変態なわけなんです。なんかこう犯されそうなプレイが好きとか、なんかそういう変態なんだけど、それは
私一人だけじゃなくて多分多くの人そうなんですよ。みんな病んじゃうの。で自分は変態であることは今日カミングアウトして多分アイラに書かれるんですけど、でもねこれからのかなりのリーチをそしたら全国中に変態の増山玲奈っていう、なるほど。でみんなが変態であることを認め合うことが大事なんですよ。そうそうそう、みんな変態なんですよ、言ってないだけで。むっつりスケベ。何系なんですか？僕ですか？足とか何フェチ？僕はド M。 M なんだ。僕は精神的ド M。 あーそうなんだ。僕はあの僕銀座がこの世で一番素晴らしいところだと思ってたんですけど、銀座、銀座のクラブがね、銀座の高級クラブが、うん、僕もう、まあ、あそこは世界で一番素晴らしいところなんですけど、うん、お金さえあれば、うん、でも別にお金だけでもないんですよあれは、あの別にお金を払ったからモテるかっていうわけでは全然なくて、まあ、いろんななんかこうルールがあったりして、まあ、いろいろあるんですけど、銀座のクラブに通えるってすごいお金持ちじゃない？昔は持ってたんですよ。昔は何してたの？昔は自分で会社経営したり、まあ、今もやってるんですけど、昔はなんか結構、まあ、なんかベンチャーバブルとかもあったんですよ。へえ。だからなんかそれなりにあの、年間何百万とかぐらいはあの自分で接待交際費使えたんで、まあ、そのぐらいあれば、まあ、ちょっとはあのなんか遊べるんですけど。へえ。でも僕結構銀座を推してるんですけど、銀座論をしてるんですけど、うん、銀座すごいんですよ。例えば担当決まるでしょ、うん、知らないですよね、レナさん。私働いてたよ。あ、本当に銀座で？でも21歳の時だから16年前とか。銀座で1年ぐらい働いてた。あ、じゃあでも仕組み知ってるでしょ。担当がつく口座制があるじゃないですか。いやでもなんか末端なスナックっぽいところの全然営業努力もしない人だったからシステムまで行かず。なんか あすいません、あ、これは入るわけにいかないんですけど。もう銀座の良かった、ごめんね。大丈夫です。あの、はい、なんか良かったらこう絡んでもらったらというか、なんか映画やりたいとか。どんな映画作りたいですか、まあ、将来。僕は一応最初は就職してテレビ局とかに就職してそっちでドキュメンタリー作りたいんで、映画と、まあ、映画もそうなんですけど最初はドキュメンタリー番組みたいなの。っていうのはすごい大事だし、そうですね、絶対、まあ、それいきなり独立して なんかやれる機会があればそれもいいけど、なかなかそう世の中甘くないから。そうです、ね、やればいいと思う。頑張ります。でさっきの変態談義について一言をどうぞお願いします。なんか思うのがなんか世の中変態という文化というかそういうエロスがパターン化されているなという、うん、ジャンル別に例えば M であったり S であったり男子絶対多分 M でも S でもない人もいればシチュエーションによってはあのこのシチュエーションにおいては M だけれども別のところでは S が素質を発揮する人もいるのにそれで決めつけちゃうのは面白くないかなと思って一人ずつなんか一人一人別なものをあのパートナーと探り合える、なんかちょっと何言ってるか分かんないですけど、うん、っていうふうに思いました。果敢に新しいそうですなんかことにチャレンジしていく、うん、そうですね、ジャンルにとらわれないみたいな、まあ、それぞれの人が持ってるものを表現できる。なんかそれぞれの人が今皆さんがなんか思ってるのは多分一人ずつ一人自分の中に何か決まったものがあってでそれをあの探していこうっていう感じなんですけど実は多分あの何人かでそれか2人だったりするんですけどが違う人が会って初めてできるんですよそういうものってって僕は思うんですよね。確かに。だからまあとらわれないで新たな自分を変態を探してみてください。新たな変態を生み出していきましょう。はい、いい話ありがとうございます。はい、ところでこれはニコ生これは何だツイキャスと あと YouTube とかもあげようかな。あ、そうなんですか。日本海賊チャンネルの金曜日の番組にレナさんあれ持ってないのそのチャンネルの URL なんか全然持ってない。書けばあるけど。ちなみに僕がやってるツイッターこれなんですけどよかったら携帯がカメラが壊れてて、カメラが壊れてる。でもあれがあったら、URL とかあったら打ちますよ。ツイキャスだけ。あ、本当だ。これツイキャスだけか。なるほど。ツイキャスからツイッターに入れるから。じゃあちょっとぼやけてますけど、写真撮ります。
最近はこういうなんかネットメディアがすごくなってきてます。ちょっとこれあの、はい、ちょっと一応説明しておくと、小沢一郎勝手連っていう相当マニアックなあの政治のタイトルがついてますが、あ、でもあの僕がつぶやいてるのがほとんどなので、だんだん小沢関係なくなってるんで。なるほど、中の人の全然関係ない、全然関係ない、はい、で増山れながどうのこうのとか、まあ、書いたりしてるんで、小沢さんを賛成する。そうそう、なるほど。あの僕別になんか小沢さん嫌いじゃないんですけど、そうです、まあ、結構嫌いな人多くて読むの。そうですね、まあ、別に小沢さんも頑張ってる面は頑張っていて、評価されなかなか評価されないっていうのは小沢さんあると。いや、やっぱね、なんかあのなんていうか、なんか立てつく人間っていうのはどうしてもなんか悪く言われがちだし、なんか結構メディアとか官僚に立てついたんですよね、彼が。でそれで思いっきりバッシングを食らって、なるほど、今息の根が止まりそうになってます。いや、笑ったら怒られるんですけど、でも僕なんで小沢さんの応援始めたかというと、はい、その僕の友人たちが、小沢さんの直接知ってる人がいっぱいいて、はい、でその人たち、僕小沢さん会ったことないんですよ。でもその人たちが会ったことないんだ、まあ、ないんですよ、まだ。そうなんだ。僕の会とかやらないの？いや、やろうって言ったんですけど、今回東京に来ないって言うんでシューンってなった。なんで？小田さんが来ないの？そうなんですよ、それね。なんで？いや、党としてまとまってないんですよね。そんなん全然受かるわけないじゃん。でしょ。いや、俺も言ってるんですけど、なんか山本太郎さんって小田さんの愛ちゃんのところいいの？そうそう、いや、でもね、小田さんもね、そう意気消沈してて、俺が出て行っても人気ねえしなってなっちゃってるんですよね、これ。なるほど。まあ、でも現実そうじゃないですか。そうですね、多分出たら逆に影響を。そう、なんか選挙応援しに行ったあの人たちの応援してる講演会から、小沢さん来てくれるなぐらいのことをやっぱ言われちゃってるんで、まあ、なかなか難しいですよね。でも別にね、小沢さん悪い人じゃないんですよ。そうですね、まあ、なんかこんな気安く言ってるんですけど、うん、まあ一応偉い人なんで、あの人ね、と言ってもまあほら偉い人じゃないですか。そうですね、それはやっぱすごい、すごい人はすごい人なんです。でもそのすごい人であってももう世代が変わってるし、彼の力だけではどうしようもないし、でも本当は若いやつが育ってないといけないのに、そうでも今なくて、でなんか下の人と話聞くと、いや、こういうこと先生に言いたいんですみたいなこと話いっぱい出てくるんですよ。もう言えばいいじゃんっつって、俺が言いに行こうかっつって一応僕終わったら、選挙終わったら小沢さんに言いに行く予定なんですけど、こんな話聞いてるんですけど、ちょっとまずいんじゃないですか。あ、僕知らない。いや、一応東京にも家あると聞いてるんですけど、まあご自宅は岩手ですからね。今回なんかなかなかその岩手を離れられないらしくて、なんで選挙してんの？そう、選挙、自分のところの選挙もまあやっぱりなかなかこう今手も足りないんですよ。え、小沢さんも選挙出てるの？出てますよ。そうか、そういうことか。いや、でも出てたとしてもね、楽勝な選挙だったりするとまた都内来れたりもするし、でももう一個あるのはやっぱり自分の人気がないから、下手したらマイナスになるかもしれないからっていう配慮もあって動けないんですね、これ。小沢さんも小泉さんもなんか右翼的な、まあ、多少はある人は基本的に強く出ちゃって、それでなんか僕は、ね、そういうの疎いですけど、打ちのめされちゃう感じ。やっぱりあのほらバッシングされて、小沢ダメだダメだっていうのがすごいやっぱ言われちゃってるので、一般の人たちはもうそれで、あ、小沢ダメなんだって思うんですけど、でもね、冷静にね、小沢の何がダメかって聞くとね、何にも答えられないんですよ、誰も。だからメディアっていうのは恐ろしいもんで、イメージだけを植え付けて、すごいんですよ、あれをな、意見とかも。僕の友達のお父さんとか暗殺されたんですけど。どういうこと？石井光輝さん暗殺されたんですけど。え、石井光輝さん友達のお父さんの？そうです、石井光輝さんの娘さんと僕仲いいんですけど、もともと僕石井光輝さんファンだったんですけど、あの娘さんと資料をまとめてらっしゃる。そうそうそう、石井ターニャさん。あ、そうなんだ、はい、面白いですよ。自分合うかもしれない。どうだろう、アルバイトでしょ。あ、そうですか。ありがとう、長い間。松山レナって言うんですけど、はい、これはインターネットで見てもらったら動画とかなんか作品とか出てくる。あ、これもちょっと写真撮っといてもらってよかったら。覚えとけばいい、地球は一つ。多分タブレットをもらったので。あ、まあ、これで多分ね、ホームページからあるから大丈夫。なるほど。これでもブランドを統一した方がいいね、やっぱりこうね、ここにまず行ってもらうっていうのがあった方がいいですね。じゃあそのホームページのトップページに行くなんかこう URL みたいなの、お、 URL ここ書いておいたらいいんだ。あ、でもじゃなくてこうキーワードの方がいいんじゃない、検索で。あ、急いでるもんね。 またよろしくね。何か、あ、撮ってたんだ。
結構彼は彼で撮ってたんだよね。ああそうだ、ドキュメンタリーって言ってるもん。意外となんか喋ってくれるもんですね、これ。意外と喋ってくれるもんだね。ねやっぱこれがね、私これとかイベントか。そうそう、意外やっぱない。なんか何かがあると。何かあるとね。何やってんのかな。意外とまあ警察もこのぐらいは大丈夫そうですね。規模なら。さっき撮って、ね、多分このぐらいがギリギリなんだと思うんですよ。ああこれ以上行くと、ああちょっとちょっとって使うと、とかなると思う、まあ、このぐらいやっぱ平和な感じじゃないですか、ね、このぐらいがいいね。これ平和な感じでいいと思うんですよ。あまり考えないでやっています。クリスマスなんでラブを書こうかな。もうなんかとりあえずジミー以外でもいらないね。いいかもね。これがいいじゃない。ぬるいのが。そうそう、なんかやっぱハンっていうのはやめていったらいい気がする。ハン、いや逆に聞きたいんだよ、ジミーに入れた人はなぜ入れるか。そうそうそう、私割と最近よく怒られて、ね、何がダメかとか、それ反対意見を聞くように心がけてるんです。自分で検証して少し成長したいなって。ジミー党支持者ってこんなにいるわけだから何か理由があるはず。それを知りたいよね。 それが多分我々に足りないものなのか。どうしたら自民党支持者を見つけられるんだろう。さっきのお父さん聞いてみたかったよ。結構少ないもん絶対渋谷。そんなガチ自民党支持者ですみたいな。探すのも新橋だったらいるかもしれないけど。あ新橋ね、うん、新橋はね。じゃあ新橋、新橋いやいやいや。ちょっとしんどいな。今日はもうビールでも飲んで終わりにしたいもんね。でもとりあえずお父さんを見つけたらいいんだな、サラリーマンの。あその方これ、ね、歩いてる人はねやっぱ難しいんだな。なんか足止めてもらいたいね。ちょっとでも減ってきたね。本当だったらしばらくしたら。そう、もうちょっとしたらおしまいにしましょう今日は。まあ、こうやって皆さんも来ていただいたので、まあ、これがあの、まあ、ありがとうございます。自民党以外で考えられるのか。意外と人少ない。意外と人少なくないですか。僕なんかもうちょっと いるのかなと思って。あんまね渋谷来たことないんですよ。渋谷ですよこれだから。いや低迷してるわけだよね。景気悪いんじゃん。景気悪いんじゃないですかこれ。悪いんじゃん景気。なんかやんない方がいいぐらいな勢いで多分ね選挙やって選挙活動してないんじゃないかって気がする。そうそう、だ誰も来ない。誰も来てないじゃん。あでも8時過ぎたか。ああそうです、そうです。あ本当だ。あ8時過ぎた。あすいません。あ今あもしかしたらイベントやってるんですけど。何の夢ですか。実はですね今みんなの夢を、はい、で今すごい募集してるのがあるんですけど、自民党支持者の方を募集してるんですけど。あ私自民党支持者。本当ですか。ああちょっとあのいや別に今回なんかどこを批判することっていうのはやってないんですけど。でもまあなんか選挙に自民党って珍しいですよね。いやそんなことないですよ。今まあ安倍のミスで今取られてます。あそうなんですけど、まずいですかね。まあでも相当別にあの全国放送とか全くないので大丈夫です。はい、あの10人ぐらいしか見ない。いやいやそんなもんなんですよ。これもしかして YouTube に載ってるとかそういうないですか。YouTube には載ってないですねこれ。私ね、はい、実は自民党安倍政権を支持してます、はい、なぜかというと円安万歳。あなるほど、そういう業種なんです。ちなみにトヨタじゃないですよ。トヨタ、はいはい、メーカーの方なんですか。メーカー、あ松田さんです。電気メーカー、はい、円安だとどんないいことがあるんですか。いやだってトヨタでもマツダでもめちゃくちゃ儲かってるじゃないですか。そうなんですか。給料上がりました。給料ね、2日後に分かりますね。いい話ですね。いやとにかく、ね、しかもボーナスだ。あの、ね、日本の首相でこれ本当自民党の人なんですか。みんな自民党出身。違うんです、まあ、どっちかというとね若いんで、まあ、自民党じゃないんですけど。でも今回別にそのなんか今、まあ、反なんとかっていうのいやらしいし面白くないじゃないですか。でそうやってなんか敵対したらダメだと思ってこんなことやってるんですけど。あ、ね、私ねあの私ちょっと違うかもしれないですけど、日本の首相で
円高が悪いことって気がついたのは安倍首相だけです。まあもちろんその後ろにいる経済諮問会議とか、まあ、そのアドバイザーやってられる、まあ、人たちも含めてっていうことですよね。だから私ね、私が円安もっといけみたいな、もう200円、240円。いやいやいや、死んでしまう、まあ、死んでしまう。でもね、200円ぐらいまでいいかなみたいな、200円は言います。すごい頭が悪いから分からないんですけど、何年間円安になるとトヨタ儲かるんですか？いやだって輸出産業じゃないですか、日本で作った。いや、ちなみに、ね、自動車メーカーの中で一番儲かってるのはマツダ。トヨタも日産も工場を外に出しちゃったでしょ。マツダは 7割、なるほど、7割広島。じゃあ今回で一番恩恵を受けてるのはマツダ、うん、ってことは日本でマツダ関係の、マツダちなみに株価6倍。買っとけよかったですね。マツダ買ってたら6倍でしょ。やばい、でも今から買っても遅いんだもん、まあ、とにかくね、アベノミクスはいろいろ言うことだけど200円になれば確かに円安はいいんです。いやでもまだ下がる、まだ下がりますよ。でも日本人が海外に、これやっぱインサイダー情報かな。それは大変いやいや、それはでも高知の情報だから、でも日本で作ったものを売るときに、だって日本ってね、うん、国内市場じゃなくて海外で儲けてるじゃないですか、うん、だから輸出しないで、うん、輸出で儲けてるんですよ日本は。だから円安はいいんですよ。そう、それはでもそう。だから円高を容認してた、でサムソンに負けたのも、うん、円高だからですよ。で今だって韓国はめちゃくちゃ叩いてるじゃないそれもある。中国と韓国は、はい、日本が円安になったら困る。もう円安になればなるほど負けるんです。日本が勝つんですよ海外市場の中で。そうそう、今サムソンとか大変ですよ。だから中国とかね、はい、あのここで中国人しないですよね。いない。中国がのあんなにのさばってんのは経済で2番になったからですよ。まあそうだそうですね。あれはね、日本がもう一回2番になれば中国黙りますよ。これから日本2番にもう一回なれますかね。お願いします。いやだからアベノミクスなります、はい、お願いします。なんかちょっと怖いんですけど、はい、いやでもありがとうございます。でもね、渋谷でね、渋谷でこんな渋谷で星新橋じゃないですからね。渋谷で自民党を応援してるって珍しいの。珍しいと取らないでください。いやいやありがとうございました。ありがとうございました。あ、とんでもないです。別にあの安倍首相を応援してるわけじゃないんですよ。ああ、全然、いや全然違うんですよ。いろんな人間がいるので、いろんな党の支持者の人の意見も聞いて、はい、まあ、とにかくまあ選挙に行こう。すみません、みんな右翼じゃないですよね。あ、全然違います。右翼でもなくて、まあ、選挙に行かない人が、あのこれだけ多いなんとかしなきゃなと思って、ね、選挙行かない方がいいですよ。選挙、あ、自民党はね、選挙まあそれはそう、それはそう。あのここだけの話とか、ね、共産党が票を伸ばして選挙に行かなければ自民党勝ちます。そうです。でも今今回そういう風な状況で共産党応援してるんですよ。だから共産党が勝てば自民党勝ちます。で僕らはやっぱちょっとね、選挙共産党が、だってあの票が割れるから、共産党が勝てば多少票割ってくれるじゃないですか。わけのわかんないの全部取ってくれるんですよ。でも実際そうなってるな。今実際そうなってます、はい、すいません、これ本当取って取らないでほしいんです。持ってるだけ。すいません、ありがとうございました。新橋の森なんだろうね。そんなに株価上がってるの？ 6倍は初めて聞いた。円安っていうのは、例えば今まで30円で作ってたチョコレートが、車1台100万円だったのが120万円だった。例えば、あ、海外で売ると120万円。1ドル100円だったのが1ドル120円になるとするでしょ。そうすると同じ車を売ったら120万入ってくるんです。もういきなり20万アップ。で原価は変わらないから、うん、20万まるまる良くなる。今さ、日本の、あのレストランとかダイソーとかも海外にどんどん進出して、どうやら日本と同じものが海外だと200円で売ったりいうの、それも円安の、それは円高だと思う。え、海外の方が高くなるってことは円が高いから、
ダイソーが日本中心にできているので、海外へ持っていくとそのコストがかかるから、それは僕あそのコストを為替とは関係ない。あそれとはまた違う。でもなんでそんな車が6倍になるほど儲かるのか。だから車がっていうか利益が6倍になった。あじゃあ株価が6倍だから、株価が6倍、はい、多分利益が。こういう理由もあると思いますけど、広島に工場が潰れるところまで行ったんで、まあ元々落ちてたっていう話ですね。そこからだけどあの会社面白いなと思うのは、なかなか面白い車を作ってで売れたんですよね。多分それが大きいと思う。まあでも確かに本当に輸出産業とかその中小企業の製造業の人たちのことを考えると、やっぱみんな今の安倍政権がいいっていう、これは その通りです。まあでも実際に儲かってる人そんな見たことなかったから。いや今の話はでも株価の操作じゃなくて、要は為替が動くことによってやっぱ輸出してる人たちは、あのそれは別に金融のマジック、まあ多少マジックもあるんだけど、でも商売がうまくいって儲かってるんですよ。例えば造船会社とか仕事が全くなかったんですけど、円安で仕事は戻ってるんですね。だから僕の地元なんかはやっぱそれは喜んでる。でそれがなかったらもしかしたら造船会社倒れてたかもしれないですね。ただ円安が止めれない可能性が高いんですね。だからこれは難しいんですよね。それから例えば海外旅行したり海外で暮らそうと思ったら、自分の貯金の価値がすごい少なくなる。そうそうそう、海外旅行は損する。100万円くらいしか価値がなくなっちゃう。それはそこまでまだ下がってないけど、でも 3割減ぐらいになる可能性がある。今だって2割ぐらいもう円安くなったでしょ。日本円で何円安くなったの。いや今円が安くなる、だから円安って言ってる。まあもっと進むでしょう、今のままなら。それが歯止めが効かなくなると、とんでもないことになる。海外の工場が日本で工場作ったりするようになる。なるかもしれないけど、でもまた円がどう動くかわからないから、新規の工場を日本に建てるっていうのは多分やらない。だから今工場が日本にあるような、さっき言った松田さんなんかはあの円が安くなって単純に売り上げが伸びてる。これでなんとなく完成したらもう今日終わりにしましょうかね。それなりにいやいやあったでしょ。なんかでもやってみてよかったですよ。自民党支持者のグループだと思われてなんでこれで自民党支持者に見られるってすごい。こんな自民党ないだろう。ないと思います。あと何かありますかね。でもなんかちょっとビールでも一杯ぐらい飲んで帰りませんか。じゃあおしまいにしましょうか。ちなみになんかもう帰らないとダメです。一杯ぐらいちょっとね飲みませんか、ね。
体的な夢があったんで物件も決まってるからいや、なんかいい、なんかいいんじゃない、いい、あのなんかこう普段喋らない人と喋ってる感じがいいと思うんですよね。だってなんかほら SNS とかなんとかでわーわー言ってたら似たような人間ばっかり集まるじゃないですか。集まっちゃうから、いいねいいねって言われるばっかりだとつまんないよ ね。自分が知らない話を聞きたいので。確かに広がらないよね。あれ結局なんかあの同じイケスの中でなんかあーだこうだあーだこうだみたいな、で細かいところで喧嘩したり仲悪くなってでもウォール見てるとずっとなんか安倍首相がどうの死ねえぐらいの感じのがずっとバーって流れて、お腹いっぱいだよ。確かにやってみてよかった。皆さん寒いですね。じゃあ行きましょうか。あ、じゃあみんなの書いて。止まんないの。え、止まんない。私いつもなんか書けない人、本当になんかいつも作ってるの朝から晩まで。っていうか寝ないでなんか作ってる。で朝起きたらお弁当作るし、生活とアートと境目がよく分かる。夢書いてないの。夢書いてない。夢みんな、ね、みんな書きましょう。夢がですね。これすごいいいことなんですよ。夢を書くと。お母さんなんとか発電があるじゃん。いやあるんですけど。ね、秘密結社。そのために何をすればいいか具体的になる。なるほど。私は何でも夢で実現しようかな。言ったら恥ずかしいかなみたいな感じが。秘密結社イルミナティに対抗して、何にする、変態ミナティ。いやいや変態性を受け入れるっていうのは実は多様性ってことじゃん。でも多様性っていうとなんか綺麗な言葉になって性的なものが抜けた感じで変態性なっちゃうけど、変態多様性って変態性、変態性で変態性でアブノーマリティアブノーマリティ、なんかこう楽しい、気持ちいいとハッピーだし、いい感じじゃないですか。いや素晴らしい、この素晴らしい、このこの大丈夫ですかレナさん、これこれがくっついてるんですね、ここのここは。それ何これ、これ何じゃないですか、こう緑的なこれでも何これ、緑的な、ひまわりじゃないですか。いや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 、あんまり服装だけでもないから。次はキーマントラストで、やっぱりなんか目に見えるものっていいよね。いや意外と寄ってきてくるよね。あれ黒川さん何見えるの？どれですか？え、そこは何ですかっていうの今書いてるところ。いや何にも見えないですよ。